ヘンリー・クレイ、アメリカ植民協会設立者3人の1人アメリカ、植民協会は西アフリカ海岸の植民地リベリアを設立することに貢献した組織である。1821年、アフリカ系アメリカ人がアメリカ合衆国からリベリアに移動した。その後の20年間にこの植民地は成長を続け、経済的な安定を得た。 1847年、リベリア議会は独立国家であることを宣言した。この教会は人種差別主義の教会だと告発する者もいるが、その白愛的な起源や後にアフリカにおけるアメリカ帝国という構想を持った人々が引き継いだことを指摘する者もいる。ただし、黒人の奴隷制度廃止論者も白人の奴隷所有者も教会員だった。この教会は、 リベリアが独立した共和国であることを宣言した1847年まで密接にリベリアの発展を統制した。1867年までに教会の手で1万3000人以上のアメリカ人がリベリアに移動し、その子孫はアメリコ・ライベリアンと呼ばれるようになった。教会は1964年に正式に解散した。 この協会を支援したのは自由黒人による組織だった反乱を恐れた南部人、黒人労働者が殺到することにより貧しい白人の経済機会が奪われることを心配した北部人奴隷制度には反対するが人種差別撤廃は望まない者たち及びアフリカに戻ることがその抱えている問題を解決するための最良の策だと考えた多くの黒人だった。 アメリカ独立戦争の後、奴隷制という得意な制度とそれに縛られるものの数は増大した。それと同時に戦争が火付け役となった奴隷解放や北部州での奴隷制廃止という動きもあって自由国人の数も増大した。移民の支持者たちを動機づけた出来事には1800年のガブリエル・プロッサーが指揮して失敗した奴隷判断やあるものには警告と受け取られた。 アメリカ合衆国内の自由アフリカ系、アメリカ人数の急速な拡大があった。1790年から1800年の白人大黒人の人口比率は8対2だったが、植民地化の賛成者を妨げたのは自由アフリカ系、アメリカ人数の大きな増加だった。1790年から1800年にかけて、 自由アフリカ系アメリカ人の数は59,467人から108,378人まで増え、増加率は82%だった。1800年から1,810年にかけては、その数が186,446人となり、増加率は72%だった。この着実な増加はその社会の中にいる。 自由国人の存在に気づくようになり心配していた白人社会では当然ながら注目された。自由国人、特に自由州における自由国人に対して定義された議論は4つの主要な範疇に分けることができる。一つは黒人の道徳的だらしなさと考えられることを指摘するものだった。当時の白人市場主義者たちは黒人が その野蛮で拘束されないやり方に白人を引きずり込む、勝手気ままな存在だと主張した。この人種間の混合の恐れは強く、黒人排除の叫びの大半を占めた。これと同じような見方で、黒人は犯罪を増やすものだと非難され、まっすぐで、狭い道筋から逸れる傾向があると考えられた。また、アフリカ系アメリカ人が、精神的に劣っていることから市民としての義務に、 適合できず、真の改善もできないと主張する者もいた。経済的な配慮も進んだ。自由国人は白人から仕事を奪うだけだと考えられた。この感覚は特に北部の労働者階級の中で強かった。南部人は自由国人について特別の感情があった。奴隷制度の残る地域にいる解放奴隷はまだ奴隷である者たちに自由とは何を意味するかを思い出させ、 逃亡や奴隷の反乱を奨励したりすると恐れられた。南部の植民推進者は人種差別主義と奴隷放棄の恐れで動機づけられたのに対し、北部の植民推進者は白人と黒人が共存するという考え方の受け入れを拒んだ。その提案した解決策は植民地化と遠曲的に呼称されるやり方で、アメリカ合衆国からアフリカへこの階級の人々を 移送させることだった。独立戦争の頃に遡り、トーマス・ジェファーソンは新しい国の境界外へ、アフリカ系アメリカ人を移すことを提案していた。植民地化はその考え方が知られるようになるにつれて、黒人と白人が、そのもって生まれた人種的違いに極化された社会的地位及びすでに広まっている人種差別のために、 同じ社会で調和を保ち合衆国内で政治的平等には暮らせないという論点によって立つようになった。その提唱者の多くにとってとても実現不可能に見えた即座の全国的奴隷制廃止と南部の奴隷所有者ですら不快に思う命題である高級的黒人の束縛という考え方の中間に植民地化があった。アフリカ系アメリカ人と アメリカ先住民を先祖に持つ成功したクエーカー教と選手、ポール・カフは解放されたアメリカ人奴隷をアフリカに定着させることを提唱した。カフはイギリス植民地であるシエラ・レオネに移民を連れて行くという案でイギリス政府、アメリカの自由国人指導者及びアメリカ合衆国議会議員から指示を得た。カフは1年に1回公開して 入植者を連れて行き価値のある荷物を積んで帰るつもりだった。1816年、カフ船長は自費で38人のアメリカ黒人をシエラレオネのフリータウンに連れて行き、その後の航海を計画していたが、1817年のその死によって不可能になった。しかし、カフはその植民地化推進論に多くの支持者を集め、 アメリカ植民地協会のようなその後の組織に地盤を与えた。アメリカ植民協会は1816年にその起源がある。バージニア州議会の連邦党員、チャールズ・フェントン・マーサーは、ガブリエル・プロスサー陰謀の後で持たれた、黒人植民に関する議会議事録を発見した。マーサーは、バージニア州がこの考えを支持するように進め、ワシントン DC でその政治的関係者の一人、 ジョン・コール・ドエルはその義兄定,定で、長老派協会の牧師ロバート・フィンリーに働きかけ、フィンリーがこの計画を支持した。アメリカ植民協会は1816年12月21日に、ワシントンのデイビスホテルで設立された。出席した大議員には、ヘンリー・クレイ、ロアノークのジョン・ランドルフ、リチャード・ブランドリー及びロバート・フィンリー牧師が名を連ねた。 植民地化の立案者、チャールズ・フェントン・マーサーは、バージニア州議会議員であり、ワシントンの会合には出席できなかった。この初会合で、フィンリーがアフリカに植民地を設立して、アメリカ合衆国から大半は自由の身分で生まれた自由遊色人を連れて、行くことを提案した。フィンリーは、我々の国に住む自由遊色人をアフリカあるいは、 アメリカ合衆国議会が最も適当とみなす他の場所に植民することを意図した。ヘンリー・クレイ、ダニエル・ウェブスター、ジョン・ランドルフ及びフェルナンド・フェアファックスが最もよく知られた会員だった。元大統領トーマス・ジェファーソンは公にこの組織の目的を支持し、ジェームズ・マディソン大統領は教会のために公的資金を手配した。その他著名な支持者としてはフランシス・スコット・キー、 ブッシュロット・ワシントン及びアメリカ合衆国議会議児童の建築家、ウィリアム・ソントンがいたが、すべて奴隷所有者だった。これら、恩憲派は、奴隷制は維持できないと考え、最終的には終わらせるべきとしていたが、実現可能な選択肢として、奴隷をその社会に一体化させることまでは考えなかった。それゆえに、教会は自由を受け入れた者たちが、 教会の費用でリベリアに移住するという条件で奴隷所有者に解放を提案した。少数の奴隷所有者はこのやり方を選んだ。合衆国最高裁判所賠席判事でジョージ・ワシントンの老いであるブッシュ・ロット・ワシントンが組織の初代会長になった。ケンタッキー州選出の偉大なアメリカ政治家、ヘンリー・クレイが知識と政治の面で主要な指導者となった。 アメリカ植民協会の会長は南部人である傾向があった。初代会長のブッシュロット・ワシントンしかり、ヘンリー・クレイは1836年から1849年まで会長を務めた。協会の偉人は、クレイやワシントンのような知名度の高い協会、指導者から得られるものが大きく、長い間に幾人かのアメリカの偉人が単に協会員だけでなく、 役職者も務めた。ジェームズ・マディソン、ダニエル・ウェブスター、ジェームズ・モンロー、スティーブン・ダングラス、ジョン・ランドルフ、ウィリアム・スワード、フランシス・スコット・キー、ウィンフィールド、スコット・将軍、ジョン・マーシャル及びロジャー・トーニーがいた。その他に、トーマス・ジェファーソンや、エーブラハム・リン・カーンというような偉人は、教会員ではなかったものの、強く植民地化と、 アメリカ合衆国から黒人を移住させることを指示した。ただし、リンカーンは後に黒人の選挙権も指示した。教会の支持者たちは大きく分けて3つの集団に分かれた。最初の集団は、それが難しい問題を解決するための最善策であり、段階的解放に導くと誠実に考えていた者たちだった。次の小さな集団は、 危険な自由国人に伴う問題に対する回答として移住を考えた奴隷制擁護派だった。おそらく支持者の最大集団は奴隷制に反対するが人種間の平等というようなものはとても考えられない人々だった。植民地化の動きは様々な動機の混合から生まれた。自由国人、解放奴隷及びその子孫たちは19世紀初期の アメリカ合衆国で広く人種差別を経験していた。彼らは一般に社会の重荷と考えられ、賃金を下げるために白人労働者にとっては脅威と移った。奴隷制度廃止論者の中には、黒人がアメリカ合衆国内では平等を勝ち得ないと考え、アフリカにでも出た方が良いと見る者がいた。多くの奴隷所有者は自由国人の存在が、 奴隷反乱を奨励すると心配した。その他アフリカへの移住を支持する者で人種間結婚を妨げたいものキリスト教をアフリカに広げたいものあるいはアフリカとの貿易を発展させたいものなどがいた。反奴隷制の立場であっても教会員は公然と人種差別をしており、しばしば自由国人はこの国で白人社会には融合できないと主張した。 奴隷所有者のジョン・ランドルフは自由国人を厄介児の推進者と呼んだ。当時、約200万人のアフリカ系アメリカ人がアメリカに住んでおり、そのうち20万人は自由有食人だった。ケンタッキー州の連邦議員ヘンリー・クレイは、南部経済における奴隷制の否定的要素を批判していたが、その色から来る征服できない偏見ゆえに、 この国の自由白人とは決して打ち解けられないと考えた。貴境で知られるランドルフは自由国人を移住させることが奴隷資産を実質的に確保させることになると考えたが、初期会員の大多数は事前化、牧師及び奴隷制廃止論者であり、彼らはアフリカ人奴隷とその子孫を解放し、アフリカへ戻る機会を提供することを望んだ。数は希少だが、 奴隷所有者で自由有色人を恐れ、アメリカから排除することを望んだ者もおり、実際に教会が、ローワーサウスの農園主から多くの支持を得ることはなかった。この運動が、代々的な成功とまではならなかった理由は三つあり、一つは、黒人や奴隷制度廃止論者から上がった反対であり、次にそれだけ多くの人々を動かす膨大な仕事、最後はそれだけ多くの黒人新参者を喜んで、 受け入れる場所が見つからなかったことだった。黒人のアメリカ人は移民の問題で二つに分かれた。何人かの黒人協会指導者は協会支持の立場を取った。1817年1月、バージニア州リッチモンドの自由黒人は移民に賛成する公の声明を出した。しかし、フィラデルフィア、ニューヨーク及びボストンのような北部社会の自由黒人大半は、 移民に反対して結束し、アメリカが州国内から自由国人を排除するための策略だとみなした。多くは、教会員を人種差別の国外追放論者だと、非難し、その目的は国人を助けることではなく、自由国人の社会を排除することで、奴隷制を強化することだと論じた。彼らはアメリカに泊まった方が良いと考え、奴隷制に反対しアメリカが州国内市民として、 完全な権利を求めて戦う方が良いと考えた。当時、教会設立に関わった自由黒人で、長老派教会牧師レミュエル・ヘインズは真意による計画は、最終的に奴隷制を打ち破り、人種間の平等という調和のある差別撤廃に導くことだと熱烈に主張した。1817年、フィラデルフィアで3000人以上の黒人が集まり、 植民地化計画に反対する抗議を行った。これと同時に、南部の多くの奴隷所有者は、この計画をその奴隷経済に対する攻撃だと、非難した。連邦政府の指示や州政府と数人の、指導的市民からの寄付があったにもかかわらず、教会はその事業を行うために必要な資金集めに、苦労した。長い間教会は、 アメリカが衆国議会にリベリアに植民者を送るための予算をつけるよう説得に努めた。ヘンリー・クレイもこの運動を指揮したが失敗した。しかし、教会はいくつかの衆議会に訴えることで成功に結びつけた。教会が開発した資金集めの主要な方法は個人に生涯、会員証を販売することだった。教会員は必要に 連邦議会と大統領に支持を求めて圧力をかけた。アメリカ植民地協会は1817年に就任した新しいアメリカが衆国大統領ジェームズ・モンローと連携した。モンローはバージニア州知事だった世紀の代わり目以来アフリカへ自由国人を移住させることを支持しており、その権力を使って積極的に新しい協会を援助した。 1819年には議会を説得して、教会のために10万ドルの予算をつけ、領土を獲得するために、連邦の協力を確保することにも貢献した。実際に、アメリカ植民地教会を援助するモンローの努力は、リベリアの首都をモンローにちなんで、モンロビアと名付けることで記念されている。多くの黒人から反対の声はあったが、数百の者たちが、 植民者としてその起源がある大地に帰ることに志願して出た。1820年1月、第一戦エリザベス号が3人の白人協会職員と88人の移民を乗せてニューヨークを出港し西アフリカに向かった。協会はアメリカ人奴隷の自由を買い、リベリアまでの渡航費を賄った。移民はすでに自由だった黒人にも提案された。 最初の遠征は米国成功会牧師、サミュエル・ベーコンの指導で小さな商船エリザベス号を使って行われた。持ち込んだ物品としては、入馬車、手押し車、スキ、製材機械と製粉所のための鉄製部品、大砲2門、マスケット10百丁、火薬12たる、釣具及び小さな橋けがあった。ジェームズ・モンドー大統領は海軍長官に命じて、 スループオブオーアセスサイアンにアフリカまでエリザベス号を護衛させた。エリザベス号に乗った86人の移民のうち約3分の1が男性であり、残りはその妻と子供たちだった。この船はまずシエラレオネのフリータウンに到着し、続いて南行して今日のリベリア北海岸に向かい開拓地を設立する努力を始めた。3週間以内に大熱病のために 白人3人すべてと移民の22人が死んだ。残ったものはシエラ・レオネに戻り次の船を待った。ノーチラス号は1821年に2回公開し、パーセビアランスと名付けた島のケープメスラドに開拓地を作った。初期開拓者はほとんど自由の身分で生まれた黒人であり、奴隷制の中では生まれていないが、アメリカ市民の完全な権利までは否定されたもので。 難しい仕事だった。アフリカの先住民は開拓地の拡大に抵抗し多くの武装紛争に発展した。それでもその後の10年間に2638人のアフリカ系アメリカ人がこの地域に移民した。またこの植民地は奴隷船から捕獲し解放された奴隷を受け入れることで合衆国政府と合意した。教会は新しい植民地のために 地元の種族指導者に土地を売らせようとしたが、あまり成功せず、アメリカから渡った最初の88人の自由黒人開拓者は、シェルボ島に置いておかれた。モンロー大統領が現地の山上について聞いたとき、妨げられてはいるものの植民地下運動は成功するものとまだ信じていた。サミュエル・ベーコンの兄弟であるエフレーム・ベーコン牧師を新しい遠征隊の指導者に任命して、 最初の船の生き残りを集め、再度高級的な開拓地を作るように仕向けた。ベーコンは数人の白人職員と33人の黒人植民者をノーチラス号に乗せて、エリザベス号がニューヨークを離れてから1年と少し、たった1821年1月23日にバージニア州ハンプトンローズから出港した。エリザベス号と同様にノーチラス号は問題なく、 太陽を渡った。フリータウンに一度上陸した後、一行はホーラー湾に急行して、最初の開拓者生き残りと交流し実態を把握した。ベーコンたちは海岸に沿って、さらに航海し、植民地を作るための敵地を探した。先人たちと同様に、地元の大半の州長たちは、喜んで土地を売らないという問題に直面した。4月になって、 バッサの土地40平方マイルを購入する条約を結ぶことができたが、その価格が高すぎ、種族の王に毎年貢ぎ物をしなければならなかったので、教会は批准を拒んだ。土地を得られなかったことに沸満を募らせた、モンドー大統領はベーコンをイーライエアーズ博士に置き換えることにし、エアーズは1821年7月にアセスシャークに乗ってニューヨークを離れ、11月に アフリカに到着して、現地の者たちに会った。モンローはこれ以上失敗したくはなかったので、適切な領土を得るために、軍事力を介入させることにし、エアーズを援助するために、ロバート・ストックトン海軍隊員が指揮するアセス、アリゲーターを派遣した。エアーズとストックトンは、海岸線を下って、開拓に適した場所を探し、最終的に、シエラレオネから約225マイル南の、 ケープメスラドに決めた。アメリカ植民地協会の代理人は、以前にこの土地を購入しようとしていたが、その地域を支配するピーター王は、にべもなく、売却を拒否していた。この時は、エアーズとストックトンが、ナを回答として受け付けるつもりはなかった。彼らは12月12日に岬に到着し、王との会見を求めた。最初はそれも断られたが必要に要求して最後は、 エ見にまで結びつけた。ピーター王は彼らの欲しがる土地を売ることを拒んだが、翌日また交渉に戻ってくることに同意した。翌日王は自分の代わりに死者を送り、土地を売るつもりもないし、再度会見するつもりもないことを伝えさせた。エアーズとストックトーンはこのような扱いに起こり、自分たちの手で解決することにした。彼らは現地の案内人を雇って、 王の町に案内させ、再度会見を要求した。12月14日、ピーター王は彼らと会見したが、いかなる条件でも、ケープメスラドを売らないと再度伝えた。エアーズとストックトーンは、王が間違っていると分からせることにして、拳銃を抜いて王トールに狙いをつけた。銃を突きつけられた、ピーター王は、ケープメスラドをアメリカ人に売却することに合意した。 翌日正式な合意書が結ばれ、エアーズとストックトンは然るべき量の大砲、火薬、寝台、衣服、鏡、食料、ラム酒及び約300ドル相当のタバコと引き換えに植民地として、岬を獲得した。エアーズとストックトンはシエラレオネに戻り、二隻の船に植民者を乗せて新たに獲得した土地に向かった。最初の開拓地は、現在の首都モンロビアがある場所に近い、 プロビデンス島だった。プロビデンス島には適切な、清水源がなく、雨季が始まっていた。新しい開拓者の多くは1年前に、エリザベス号の開拓者そうだったように、病気にかかり始めた。しかし、開拓地は生き残り、アメリカ政府に要請されたブリークセンストロング号が1822年5月26日に、ハンプトンローズを経って8月8日にケープメスラドに、 到着したことで強化された。ストロング号は55人の自由黒人開拓者と共に食料やその他の物資を植民地に運んできた。1824年、ケープメスラドが拡張してリベリア植民地になり、合衆国政府は今後の収容者でニュージョージアを作った。その他の植民地もできていった。アメリカ植民協会の初期指導者であるジェフリアシュマンが、 アフリカにおけるアメリカ帝国の姿を計画した。1825年から1826年にアシュマンは海岸に沿ったものや内陸に入る主要な川に沿った種族の土地を賃貸、併合あるいは購入という手段で手に入れた。前任者のストックトンと同様に植民地領土の拡大のために武力を使う用意があった。 その積極的な行動で、リベリアの力は周りを急速に上回るようになった。教会が合衆国議会図書館に預けた1825年5月の条約では、ピーター王や他の先住民、オートールが500バールのタバコ、3タルのラム酒、5タルの火薬、5本の傘、10本の鉄製柱、および10足の靴などと引き換えに土地を売ることに同意したとなっている。 メリーランド州植民地協会は、アメリカ植民地協会への支援を取り下げ、リベリアに植民地を作る意味を望む、州内の自由有食人を送ることを決めた。その後まもなく、ペンシルベニア州青年植民地協会が、ポートクレッソンに独立した植民地を築くために設立された。ニューヨーク市植民地協会が、ペンシルベニア州青年植民地協会と統合した。 クラウドフィット博士の積極的な仲介で州の予算がその援助につけられた。1832年にニューヨークとペンシルベニア州植民地協会がエディナとポートクレッソンの植民地を設立した。1834年メリーランド州植民地協会がメリーランドインリベリア植民地を設立した。1834年ミシシッピ州植民協会が アメリカ植民協会とは独立した植民地を設立した。ミシシッピ州とルージアナ州植民地協会が1835年にミシシッピ・イン・アフリカ植民地を設立した。1835年、ポートクレッソンは地域の先住民によって破壊された。1ヶ月後バスサコ部ブ植民地がポートクレッソンの廃墟に設立された。その後整理統合の時期があった。 バッサコーブ植民地は1837年にエディナ植民地を吸収した。続いてバッサコーブ植民地は1839年にリベリアに取り込まれニュージョージアも同様だった。メリーランドインアフリカは1841年にメリーランドインリベリア国となった。ミシシッピインアフリカ植民地は1842年に才能軍としてリベリアに取り込まれた。 メリーランド・イン・リベリア植民地は1854年にリベリアからの独立を宣言し短期間メリーランド・イン・リベリア国となった。その後1857年にメリーランド軍としてリベリアに併合された。植民地化に対する奴隷制廃止論者の抵抗は着実に増加していた。1830年代から教会は奴隷制廃止論者に激しく攻撃された。 奴隷制廃止論者は、植民地化が奴隷所有者の策謀ではないかと疑い、アメリカ植民地協会は合衆国内で奴隷制を続けるための一時逃れの宣伝に過ぎないと思わせようとした。1832年、協会が慈愛の心に富んだ計画として売り込むもの,のために、資金を集めようとイギリスに代理人を保険し始めた時、ウィリアム・ロイド・ガリソンは、 植民地化の悪徳に関して236ページの本でその計画に対する反対を先導し、奴隷制廃止論者をイギリスに派遣して、教会の支持者を見つけ出し、立ち向かうようにさせた。1855年、ウィリアム・ネズビットは植民地化の可能性について、非常に批判的な随筆、リベリアの4ヶ月、すなわち生のアフリカ植民地というパンフレットを出版した。 ネズビットは1853年にアメリカ植民地協会の援助でリベリアに旅し、その小冊子は植民地での体験と観察を衝突したものだった。強い反対にもかかわらず、計画は支持者も得ていた。バージニア州、ケンタッキー州及びメリーランド州のような奴隷州はすでにかなりの数の自由国人がおり、そこの白人たちは1831年に関わった。 奴隷を解放したナット・ターナーの反乱以来、動揺しており、それぞれの植民地協会を結成していた。ナット・ターナーの反乱後植民地化の動きは大きな後押しを受けた。バージニア州、ケンタッキー州及びメリーランド州は全て自由国人をアフリカへ送るための予算を確保した。さらに、ターナーの反乱が自由国人に対する白人のかなりの反発を生んで、 以来移民を望む黒人の数が増えていた。このことで、後押しされたメリーランド州議会は1832年に、今後解放された奴隷は、州から去ることを求める法律を成立させ、具体的にメリーランド州植民地協会が管理するリベリアの一部への渡航を手配した。しかし執行規定には、は抜けがあり、多くのメリーランド州人は、 収穫期に余分な労働力を必要とした時に自由国人に向けた反感を忘れた。解放されたアフリカ系アメリカ人がメリーランド州からリベリアあるいは他の場所へ強制的に送られたという証拠はない。リベリアの社会は3区分に分かれていった。ヨーロッパ系アフリカ人の系列につながる開拓者たち、奴隷船や西インド諸島から解放された奴隷たち及び 先住民族だった。これらの集団はリベリアの歴史に大きな影響を与えることになった。新しい植民地は別のアメリカ生活様式を採用した。深いベランダのある南部プランテーション様式の家屋、西アフリカの他の国と結びついた繁盛する貿易などである。アメリコライベリアンはネイティブとして特徴を付けられる地元の人とは ミスターという普遍的故障で区別した。開拓者たちはアメリカの社会を作り直し、南部プランテーションに似た教会や家屋を建て、英語を話し続けた。多くの開拓者は先住民族と複雑な関係になり、ある場合には結婚し、ある場合には差別したが、常に彼らを文明化させようと試み、伝統的な社会に西洋の価値観を強制しようとした。 植民地の形成は困難さなくして起こったわけではなかった。リベリアでアメリカ植民地協会が占領した土地は移民が到着した時に先住民がいなかった土地ではなかった。地域の多くはマリン家族の支配下にあり、彼らはこれら開拓者の拡大に不満だった。病気、貧しい住居の状態や食料と薬品の欠如に、加えてこれら新移民は、 先住民との散発的な戦闘に駆り出された。開拓のほとんど初期から開拓者たちは、周期的に地元の種族たちから頑固な反抗に遭い、大抵は血なまぐさい戦闘に発展した。一方で、植民地拡張主義者たちが新しく独立したリベリアに入り込んで、力で独立リベリアの当初の領土を多く取り上げた。1840年代以降、クレイの賞賛者、 エイブラハム・リンカーンは、教会が黒人をリベリアに植民する計画の提唱者であり続けた。1854年のイリノイ州での演説で、そのような事業の計り知れない困難さは、奴隷制を急速に終わらせる容易な方法を見つける、ことの障害となると指摘している。リンカーンは大統領になった頃に、教会が支持する種類の最低重を手配しようと繰り返し努めたが、 その試みはことごとく潰れた。大半の学者は、リンカーンが1863年までに黒人部隊の使用に続いてその考えを捨てたと信じている。電気作者のスティーブン・ビー・オーツは、リンカーンが黒人兵にアメリカ合衆国のために戦うことを求めるのは不道徳だと考え、軍役に携わった後はアフリカに移住させようと考えたと主張した。 マイケル・リンドなどは1864年か1865年までも、リンカーンが植民地化の望みを持ち続けたと考え、司法長官、エドワード・ベーツに、ジェームズ・ミッチェル牧師があなたの助手あるいは補佐として、解放国人の移民あるいは植民地化に関する議会のいくつかの法案を実行することに止まれるかどうかを尋ねたと言われていると述べた。リンカーンは、 大統領2期目の1865年4月11日、黒人に選挙権を与えることを支持する演説を行った。アメリカ植民協会は1847年までリベリアの発展を密接に統制した。しかし、1840年代までにリベリアは、協会の財政的負担になり、協会は事実上破産した。リベリアは主権国家でもなくまた歴とした。 主権国家の植民地でもなかったので、外部、特にイギリスからの脅威に直面した。教会は1846年までリベリアを統制し、その後イギリスが植民地を併合するかもしれないという認識でリベリアに独立を宣言するよう指示した。1847年、植民地は独立国家リベリアとなった。新しいリベリアの憲法は、 アメリカのものをひな型にして作られたと言われている。1850年、バージニア州は移民を援助し、支えるために5年間、年3万ドルを確保した。教会の第34記念時報告書では、州の行動の妥当性と必要性を大きく、道徳的に示したものとしてその知らせを称賛した。1850年代、教会はニュージャージー州、ペンシルベニア州、 ミズーリ州及びメリーランド州議会からも数千ドルを受け取った。1867年までに、教会はリベリアに1万3000人以上の移民を送った。南北戦争後、多くの黒人がリベリアに行くことを望んだ時、植民地下の財政的支援が衰えていた。教会のその最後の時代、さらに移民を送るよりも、リベリアでの教育や伝道にその焦点を当てていた。 1913年と1964年の正式な解散の時に再度、教会はアメリカ合衆国議会図書館にその記録を寄付した。その中には、教会の設立、リベリア設立に果たした役割、植民地を運営し、守る努力、資金を集め、開拓者の募集、アメリカ南部の黒人市民の状態、及び、 福人開拓者が新しい国を立て導いた方法に関する豊富な情報が含まれている。ありがとうございます。